どうもお疲れ様ナイトということで、皆さんお疲れ様です。ドマンです。本日はですね、こちらちょっと映っちゃってるんですけれども、ででん、ロールスロイスです。ウイスキー界のロールスロイス、真っ赤な私ウイスキー初心者ドマンがですね、挑戦してみたいと思います。開封してストレートで飲んでいきたいと思います。ではいきます。一回飲んでみたかったんですよね。マッカラン12年シェリーオークカスク、開封。ちなみに3本買ってきちゃいました。させ値上げ前にです。ではいきます。3、2、1、and てれん。うわー来ちゃった。真っ赤らも来ちゃった。これ来ちゃいました。真っ赤らやばいっす。開封してもいいですか。うわ今日はストレートでいただきます。ちなみにマッカランね、このね12年日本で一番輸入されているシングルモルトウイスキーだそうです。はい、ではね、開封をしたいと思うんですが、どこから開封すればいいのかな。ここだけ開ければいいの、これもしかして。どうやって開けるのこれ。どうやって開けるのこれ。普通に開いちゃったもん。まずはタオルじゃない、コルクの、ちょっと待って、もういい、もう何も語らない。めっちゃいい香りだわ。やばいねこれ。ちょっと早速いただきます。もう部屋中すごいマッカランの香りがすごい。こぼさないようにね。緊張した。サクッと開いちゃったよマッカラン。面白いねこれ。何これ。普通のコルクじゃなくて、ちゃんとこれうまいこと閉まるようになってんだけど、なんだこれよくわからんち。でもここ合わせればいいのかな。まあいいや。こんな感じで、開封しました。今からここ置いといて。うわ香りがすごい。うわいい色してんね。シェリーオークのいい顔してんね。俺もバカ野郎っつってね。いいっすね。ちょっとまず香りいただきます。フルーティー、めっちゃフルーティー。甘酸っぱい、いい香り。ずっと描いてられるねこれ。ちょっと失礼。リッチだわ。めちゃめちゃいい香り。ということで飲んでみたいと思います。いただきます。めちゃめちゃまろやか。まあ、うま、めちゃめちゃうま。甘酸っぱくて爽やかさを感じて、リンゴかな。リンゴじゃないね。まあとにかくもうね、もう言えることはとにかく熟成感がすごくて、もう本当にドライフルーツ。そしてとにかく甘くて美味しい、濃厚、リッチ、芳醇、余韻も非常に長い、すごいバニラのこううわーって感じがもうすごいっす。うまっ。もう、いい香り、いい香り、いい味、もううまい。もう初心者で本当に申し訳ないんですけど、ただただ美味しいですね。うまいっす。まあ値上げして1万円ちょっとなっちゃいましたけど、まあそれでもね、おすすめでございます。はい。ということで、ちょっと本日はすいません。本日もでした。本日もちょっとよくわからない動画になってしまいました。今日はね、ハイボーラーやらないです。今日は真っ赤な12年シェリーオーク開封して飲んでみた。かっこウイスキー初心者がということでした。ご視聴ありがとうございました。いやー、ハイボール、これからのいろんな飲み方が楽しみですね。バイバイ。